DAW レスの鈴木です。今回の Mac 講座は Mac のディスプレイ表示を効率的に管理するミッションコントロールと操作スペースという機能についてご紹介してみたいと思います。これ音楽制作に限らず Mac 使っていくと同時に複数のアプリケーションを開いてしまい、どこにどの画面が開いているのか瞬時に切り替えるというのがなかなか難しくなってしまいます。使用するディスプレイの解像度が大きくなれば大きくなるほど表示できる領域が大きくなりますので、ウィンドウサイズを調整して同時に複数のアプリケーションを表示するなんていうことも可能ではあるんですけれども、やはりこれだけでは限界があると思います。そんな時にまず便利なのがミッションコントロールという機能。これはご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、今起動しているアプリケーションをこのように同時に表示させるという機能です。今はトラックボールのこのボタンに打ち割り当ててしまっているんですけれども、その他にもキーボードのこのミッションコントロールボタンですねを押していただいたりですとか、トラックパッドを使っている場合にはこちらトラックパッドを4本指で上方向にスワイプすることによって表示することができます。ここで使用したいアプリケーションを選ぶとそのアプリケーションが前面に来るよみたいな仕組みになっているわけです。これも非常に便利な機能なんですけれども、ここにはもう一つ操作スペースという機能を組み合わせていただきますと、より画面を効率的に扱うことができます。この操作スペースというのは何かと言いますと、仮想デスクトップを複数作るようなイメージを持っていただければいいと思います。言葉で紹介するよりももう見ていただければ一発でわかると思いますので、早速やっていきましょう。まずミッションコントロールを開くと、この画面の上側の帯の部分、こちらカーソル当てていただきますと、今デスクトップなんていうふうに表示されています。これが今表示されているこのデスクトップを表しているんですけれども、この時にこの帯の部分左側見ていただきますと、ここにプラスボタンというものがあります。こっちのプラスボタンを押すと、ここにデスクトップ2というのが追加されました。ウィンドウは1枚なんですけれども、デスクトップ画面を2つ置くことができたよという状態なわけです。この状態でデスクトップ2をマウスで選んでみると、このように全く空のデスクトップを表示することができました。このデスクトップ間の切り替えというのはミッションコントロールのこの上のタブから切り替える方法、またキーボードを使う場合にはコントロールキーを押しながら左右キー、トラックパッドの場合は4本指で左右にスワイプみたいな形で簡単に切り替えることができるようになっています。このデスクトップどんどん作っていけますので、たくさんアプリケーションを開きたいとか作業内容によってデスクトップ切り替えたいよなんていう場合にはこの機能を使っていただくと非常に便利かと思います。じゃあ今開いているこの画面を他のデスクトップに移動するときにはどうするのかというところに入っていきたいと思うんですけれども、これ非常に簡単です。まずはミッションコントロールを開いて、じゃあここに開いているビゲンアンサンブルプロをデスクトップ2に移動してみたいと思います。移動したいアプリケーションをマウスでドラッグし、そのままデスクトップに目的のデスクトップ上にドラッグします。ただこれだけです。じゃあデスクトップ3に、そうですね、じゃあトータルミックスと、あとじゃあアクセディット、デスクトップ4にサファリを持ってってしまいましょう。またそうですね、じゃあちょっと変わったこととして、ロジックのミキサーだけをフロートでウィンドウで開いて、このミキサーをじゃあデスクトップにこんな形で持ってってみたいと思います。この状態でデスクトップ切り替えてみると、こんな状態を作ることができます。ただこれは一回アプリケーションを終了してしまうと、例えばそうですね、じゃあアクセディット終わらせちゃいました、で操作スペース1にデスクトップ1に戻して新たにアプリケーションを開こうとすると、今選択されているアクティブのデスクトップに自動的に表示される、そんな仕組みになっています。これを毎回、じゃあ例えば先ほど開いていたこのデスクトップ3に開きたいよという場合どうするか。まずは目的のデスクトップに移動して、この状態でドックのこのアイコンの部分ですね、アプリケーションのアイコンの部分を右クリック、もしくはコントロールクリックしてオプションを開きます。その中でオプションのメニューから割り当て先、このデスクトップというものを選んでいただきますと、今のアプリケーションを開くと自動的にこのデスクトップ3が切り替わるようになります。ちょっとやってみます。今デスクトップ、今1にいます。この状態で先ほどのアクセディットを開いてみると、自動的にデスクトップ3に切り替わるよなんていう仕組みになっています。また場合によって便利なのが、今これはオーディオインターフェースの管理ソフトなんですけれども、こちらを同じようにオプションから全てのデスクトップなんていうふうにしてみたいと思います。そうすると
今表示しているデスクトップ画面すべてにこのアプリケーションの表示を表示させることができると。ですので常にこれは出しておきたいなんていう画面がある場合にはこのように設定していただくと非常に便利かと思います。最後に作成したデスクトップを削除したいなんていう場合にはミッションコントロールから削除したいデスクトップを選んでいただく、削除したいデスクトップの上にカーソルを当てていただきますと左上に×ボタンが出てきますのでこちらで×をこのようにクリックすればデスクトップが削除されます。やはり曲を作る上でいろんなウィンドウをこう切り替えながら作業するというケース非常に多いと思いますので、そんな時にこのミッションコントロールと操作スペースの機能を組み合わせていただきますとより快適にウィンドウの切り替えを行うことができるかと思いますので、まだ使ったことないよっていう方いらっしゃいましたらぜひ試してみてください。めちゃくちゃ快適になると思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。